今日はですね、なんとギブソン、もう巷では一番価格が上がってるんじゃないかと言われてるギターですよ。おお、ギターブランドですよ。じゃないですか。確かに。ねえ、そんなギブソンのギターを2本ご紹介します。このさ、スロープショルダーって言われてるこの丸みがあるボディですか、やっぱ日本人にちょっと合うんですよね。非常にこうちょっと撫で方、撫で方で、いやいいですね、やっぱり J50 ね。これは45とは何が違うんですか。これね、色だけです。あ、色だけなんだ。色だけなんですよ、実は。へー、はい、じゃあ、なんか一応トップが選ばれてるって感じなのかな。ナチュラルになるからってことだ、いやアメリカな教えねえ、わかるよ。旅にでも出たくなる感じ。これいいな、なんかリバーブ感がすごい。やっぱさ、やっぱ安いモデルって本当ブルースしか弾くもんないけど、こういう高いやつはさ、あの音楽だよね。綺麗な音してるから。やっぱもうなんかイエイイエイイエイみたいな感じじゃなくてさ、知ってるよな。なんか味わえるとか。ああ、いいですね。これ欲しいですね、これね。材もいいでしょ、これは。いやこのネックの感じ、ギブソンですよ。いや豊かですね。そうか、そう違うね。そうかってなんすか。いや、アメリカの大地が見える音だったな。ナットとブリッジが、はい、だからさっき弾いた時、最初に弾いた時と音が違うんだ。あー、音良くなってるってこと。良くなってる。やたらいい音がいいなと思ったら、これブリッジと、あれ、ナットが、ナットをあの、牛骨削り出しで作り直してます。これ削り出しすごいでしょ。うん、いや、すごい。これもすごい綺麗だもんね。入荷した時に、おっと思ったんだよね。お、J50 じゃんと思って、まだメンテナンスしてない状態で置いてあったんですけど、弾いたら、あ、まあまあこんな感じだよねって思って、今日これ弾いたら、あれ、音っちやっぱ違うわと思って。そしたらこれです。普通にそれだけで2万5000分ぐらい。はい。通りだと違うと思いました。音すごい良くなってるな、これ。でもちょっと角度もついてますからね。これはもう本当ね、オクターブもかなりいい感じになってるんで、はい、24万8000税込みです。いやー、安い。これね、はい、マジアコギ探してるとすげえいいと思うよね。え、うん、あー、もう気持ちいい、これ。Gと C 弾いてるだけで、そうですね、気持ちいいっすよ。はい、うわー、これいいな。これからあったかいシーズンだからね。
外でね。ね。弾いていただいて、土手とかで。ええー、ですよ、それは。まあ、98年生なんで、もう材もまだいいでしょう。うん、全然いいですよ。うん、すごいリバウンド変わる。しっかりメンテナンスされて、はい、ナットとブリッジはラーメンナットになってます。ラーメンナット、ラーメンブリッジ牛骨削り出しのブリッジになってますんで、はい、24万8000税込みでございます。よろしくお願いします。もう一本ギブソンですが、また面白いものがヴィンテージでございます。ギョ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 、これはまたね、こちらです。ヘッドが異様にでかいっす。長っ。ヘッド長いっす。なぜならばこれはもともと12弦ということですね、はい、12弦を6弦に改造したいところですね。まあ、改造っていうか減らしただけだけどね。あ、本当ですね、うん、まあだから12弦に戻せますけど、絶対するでしょ、ね、はい、します。これちなみに何年生なんですか。昭和60年代です。まあ60年代から出てますね、はい、これは。だからそんなネックも太くないのか、印象よりも。そうだ、だから12弦だけど細くて、だからちょうど6弦にするとちょうどいい。ちょうどいいね。そうそうそう。これ B25 とかのサイズなんですかね、これ。そうでしょうね。おなりになっているのか。いや、おなりになってるよね、これはさすがに。おぉ。ああ、いいっすね、やはり。飛んできますね。へぇ。またね、あれとは全然違う、このチープな。うん、痛くないぞ。ちっちゃいからじゃん、ボディね。あれがこうなるとやっぱきついけど、うん、これだったら弾けるわ。もうでかいからね。あ、これはいいわ。痛くない。隙間が。ここがやっぱこうなるときついんだね。こうじゃなくて、多分こうなるじゃん、多分。大きくなるから。そうだね。そうだね。これダメだな、やっぱり。そういうこと。ちょ、フルサイズちょっと厳しい。ダメだね。味があるな。あるある、うん、オリジナルソングができました。じゃあ次のライブで。下げてもらっていいですか。下げるやつ、うん、これです。あー、いいですね。さっきの J50 良かったけど、作のテーマが導き出せる感じじゃなかったね。これはね、もうやっぱね、うん、ちょっとバーボン持ってきてくれるって感じになるもんね。なるね。スライディングしてみます。これで、ね、一人で飲みながらやるんですよ、これを。気になる人はなんか、はい、してもらって、はい、いやー、これバーボン飲めるよ、これ、うん、さあ、はい、1960年代の元は12弦のギブソン、こちらおいくらでしょうか。
21万8000円です。安っ。うん、安いぜ。安いぞ。この値段でヴィンテージギター買えると思ったらいいよね。はい。12弦ギターを6円にしておりますので。はい。戻してね、買ってもいいし。そうですね。ちょっと今だから露見してるからここ隙間空いたりしてるけど、ね、確かに四十肩の方も四十肩の方四十肩の方肩でも四十肩の方でも肩の方でも方でもボディが小さいといけるということが判明しましたんで、ぜひお手合わせいただければと思います。ファンコイさんでした。ありがとうございました。